皆さんこんにちは、リキューです。今回もプレイステーション5関連の動画なんですけれども、ちょっとこれはっていう内容でして、朝急遽動画を撮ってるんですけれども、また海外のゲームサイトからの情報なんですけれども、ちょっとですね衝撃的な内容でして、ただですねこれちょっと注意を最初にお断りしておきたいことがあって、まあこれメディア各社に Xbox も PlayStation 5も評価機というものが配布されていて、実際の開封の動画ですとか、もう実際にゲーム機立ち上げてそのレビュー、いろいろなゲームサイトに今投稿されている途中だと思うんですけれども、なのでこれあくまでもそのメディアに配られた評価機の情報になります。実際に販売される商品とは、例えばバージョンですとか、そういうものが違う可能性がありますので、その辺ご注意いただければと思います。あとは今回ご紹介する記事も、全体的には非常に肯定的というか好評な感じの内容でした。新しいゲーム機来るということで、すごい興奮した内容になってるんですけれども、その中で若干残念なポイントということで、ご紹介しているところになります。でまず最初の情報なんですけれども、こちらでこれイギリスのゲーム情報のサイトでユーロゲーマーっていうサイトありまして、こちらかなり老舗ですね。もう20年以上前から運営されているゲームサイトになります。この URL ですね、まあ、プレイステーション5のレビューという記事で、結構長いです。縦にすごい長いページになっているんですけれども、まあ、その中でいくつかピックアップしてご紹介いたします。でまず最初がこれ 4K120p について触れている内容なんですけれども、日本語に訳すとこんな感じで、 4K120p についてはユーザーが 120p を選ぶことはできないですよと。 120p というのはゲーム側が選ぶと、まあだから PlayStation 5の管理画面、設定画面みたいなところで 120p を選ぶのではなくて、ゲームの中でなんとかモード、なんとかモードみたいなのがあって、その中の例えばフレームレート優先モードみたいのを選ぶと、ゲーム側が 120p に設定して、それが PlayStation 5に伝わって 120p の映像がモニターに送られるみたいな流れのようです。なので 120p というのはゲーム側によって制御されるということが書いてあります。まあこれはそんなに問題にならないのかなって思います。ただこれちょっと気になったのは、ゲームによる設定ということは、プレイステーション5のなんていうんですかね、メニュー画面みたいなところあると思うんですけれども、あそこは結局 120p では動かないということになるのかなって思いました。続いて2つ目の情報なんですけれども、それがこちらで、これは 8K について触れています。実際に 8K のディスプレイを持ってきて、それをプレイステーション5につないでみてどうだったかということが書いてあるんですけれども、日本語に訳すとこうなりまして、まあ、LG さんの 8K のディスプレイですね、液晶の 8K ディスプレイを PS5 につないだら、 PS5 側からの出力は 4K だったということが書いてあります。まあ、パッケージに 8K のロゴがあるのに出力は 4K だったよみたいな皮肉みたいな感じで書いてあるんですけど、まあ、8K には現時点で未対応だから、これもですね、その 4K120p と一緒で、もしかしたらそのゲーム側の制御の可能性もあります。現状で 8K を出力するゲームがないということで、 8K をテストすることはできないような感じなのかなという気がしました。それから3番目の情報です。それがこちら、これはALLM オートローレイテンシーモードですね。自動的にゲームモードに変わる HDMI 2.1 の新機能なんですけれども、それについてコメントしています。それがこちらで、これは Xbox と PC の RTX は ALLM 動いたと、 LG のモニターにつなぐと、接続すると自動的にゲームモードに切り替わったということが書いてあって、ただ PlayStation 5の場合はそうならなかったということが書いてあります。なので現時点で PS5 は ALLM には対応していないと記事に書いてありました。まあこれもそんなに大きな問題にはならないような気がします。ただまあエンジョイ勢としましては、Netflix の時は映像重視のモードにしたいですし、ゲームの時はフレームレートとか応答速度が優先されたモードにしたいというニーズはあるのかなって思いますので、この辺はまあゆくゆくは対応していただけたらいいなというような感じですかね。で最後がこれちょっとがっかりする方多い情報かなって思うんですけれども、4番目の情報です。それがこちらですね。これは VRR について書いてあります。可変リフレッシュレートですね。いわゆる G-Sync とかフリーシンクみたいな機能なんですけれども、
で、現状ですね、PlayStation 5評価機では、この VRR 可変リフレッシュレートはサポートされていないようだということが書いてあります。で、記事の、まあ、記者の方ですかね、これも本当に残念だというような感じで書いてあるので、まあ、VRR はまだ対応できていないのかなと。ただこれ記事の中では、その、ゲーム側の対応も必要なんじゃないかみたいなことも書いてあってですね、まあ、そうなると、ちょっとこれ対応に時間がかかる可能性もあって、その辺がちょっと気になるところでした。というわけでまとめなんですけれども、まず解像度ですね、 4K120p についてはゲーム側、つまりアプリケーション側で自動的に設定されるようです。なのでユーザーが 120p をこう画面上で選ぶのではなくて、まあ、ゲームの中でモードを選んで、それで自動的に 120p になるような感じのようです。なので、まあ、120p 自体は実装されていますが、その指定方法は若干特殊ということです。で、8K については現状出力ができていないようだと。まあ、これも 8K のディスプレイ持ってる方ほとんどいないのかなって思いますので、そんなに影響ないのかなって思います。で、影響大きいのが、この VRR だと思います。これ、結構期待されている方多かったかなって思うので、これは現時点で未対応のようだということです。最後、オートローレイテンシーモードも対応できていないと。いうことが書いてありました。で、最後にもう一度注意事項ですけれども、まあ、冒頭にもお話しました通り、これあくまでもメディアに配られた評価機での情報になります。なので実際に販売される商品とはソフトウェアのバージョン等含めて違う可能性がありますので、その辺はご注意いただければと思います。あと、あくまでもこの記事自体は非常に PlayStation 5に、まあ、肯定的な内容でした。なので別にこの PlayStation 5をディスってるような感じの記事ではなくて、まあ全体的にちゃんとこう公平に評価をして、良いところ悪いところみたいな感じで紹介していたのかなって思います。あとは当然この対応されていない機能ですけれども、まあ 8K とかは特にそうですけど、公式に対応するって書いてあるものが対応できていないということで、今後パッチ等で追加されていく機能だと思います。なのでそれがまあいつ出るかは全然わかりませんけれども、まだまだ例えば初日のパッチのリリースとか年内のパッチのリリースの可能性も大いにあり得ると思いますので、その辺期待しながら待っていきたいなと思います。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。